中山道楓街道を走行中。
がっかり行くな。まあ走ってどっかいいとこあれば寄ればいいし、付き合って行き当たりばったりで行くのよ。今日正月だから明日は初日の出どっか見つけてそこで見るね。温泉入って行き当たりばったり行くね。目的立てるのは結局ダメなんだな。立てるといつもダメなんだよ。立てないと別に大丈夫なんだよ。分かんない。どこ行くのか分かんないって。でもね、でもね。